こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーです。うわー、はい、私の運極ハーレー X がやつを倒すくだらない動画です。いきます。ストライクショット。よし、なんかちょっと下がはみ出してるけど、まあいいや。なるほど、チャンヒョクこっちからの得意だな。よいしょー、あ、ミスター、ミスタータウンナッツ。お、すごいすごいすごい、地味にいった。一回で2000ダメージなんだね、知らなかった。いきますよ。よいしょ、見きますよ。おお、これでズボシヘッドバンだ。それゴーで、ハーレックススタートか。なるほどな、悪くないんじゃない。あ、そう、買い替えたよこれ、わかるでしょ。さあ、ああ、ああ、出ちゃった。出たよ。これね、クリティカル出るんですよ。ラックスキルが出やすいんですよね、運極なんで。そこがね、やっぱり最強と乗り込むかなと思ってます。くらいやがれ。うん。で、ワープズ5歳結果な。もうこうやって攻めちゃおうかな。これランダムワープじゃないでしょ、確かに。使いやすいやろ。おお、毒強いね、強いわ。で、ダイハウトにはそろそろなるのか、出ちゃうかな。強いにゃー、これいいな、強いにゃーとか言って、強いにゃー。2000ダメージでけえな、この毒のダメージはよ。で、弱点が右みたいな。あ、違った、真逆じゃねえかよ。ただクリティカルもらおう。よし、でバハムト当てて下かな。ギリギリ入んねえかな。いや、入るだろ。いいダメージ稼いでるから。そしてまあどうしようかね。せっかくだから回復取ってワープ入って右下行こうか。 OK、 倒しましょう。 OK、 計算通りだ。いやー、そうだ、闇の刀身アカシャが12月22日クリスマス前に降臨するということで、我々 D4 がどうやら戦う形になったので、まあ容赦しませんよ。倒しましょう。みんな頼むよ、応援のほどよろしくお願いします。いいよ、いいよ、いいね、カーンとね。横間で上がっていこうかな。こんな方向スピードアップ、ボン、これいいね。いやー、なかなかいいんじゃないですかね。あ、これは倒したかな。やらしてもらいます。これ倒したでしょ。ああ、倒したでしょ。危ない、もう。で、次がヤマトゥタケルだから、タケルさんか。タケちゃんをどう倒すか。ああ、下手だ、ね、今の。タケちゃんをどう倒すか。ワープ。ワープ入っちゃう。タケちゃんのワープ。ここだね。よいしょ。うわー、で、よいしょ。次はこの子か。オッケー。よいしょ。なかなかいいんじゃないですか。ちょっと痛えな。痛え。パンワンって、そうすんじゃない。よしよし。オールアンチ。ストライクショット。届けるぜ、極上の大人。さあ、いくよ。左下倒しとくか。一応ね。あ、抜けちゃう。そうだ、忘れてた。抜けちゃうやつだ。うん。大破にして、それ取って暴れよう。立てもいいな。右上に出ても左下に出てもね、これ倒せるか。 OK、 じゃあね、金波になったら嬉しいな。これ倒しちゃいましょう。 OK、 で、金波でいこう。よいしょ、めちゃくちゃいいじゃんこれ。あ、ミスター、ミスタードーナツ。
さあそして次が亀だよね、確かね。これもういけんじゃないか。亀屋株式会社ね、なんかいける気がするね。でここを来たら横貫しながら落ちてって、仲間に触れておけば、いやもう敵と流れちゃうかな。敵と流れて仲間に当てといて、あ、それはまずい。そこ出たい。それは良くない。なんかね、ハマる癖が出ちゃうんだよね。これで感化してる。強いね。もう次のターン出てきたから、これオーランチ使わないでおこう。おい、一回ぐらい殴ってくれ。遊びすぎだぜ。クリスから出すぎだよ。あれより出てんじゃん、ごめん。ちょっとこれで出る、出ておこう。これ危ねえわ。出る。マジか。犬倒しとるじゃないか、お前。しかもそして出れないっていうね、これはまずいぞ。倒して下行く。OK。下行っとくのはいいけどね。まあまあまあ、これで、ハレックスが次でどうなるかだよ。もうハマってたら倒しに行っちゃおう。ハマってない。これは、若干チャンスだね。若干若干若干チャンスの若干通信だよ。届けるぜ、地獄を支配した極上の王だ。オッケー、ナイスな心。あれ、犬倒したのにこんなんじゃなかったっけ。あれ違ったっけ。じゃあこの犬がちょっと邪魔っ子でしかないから、ワンちゃん倒しとこう。あ、待って、これダメだ。これね、あ、いけるかな。踏んでねえか、これ。いや、そもそもワープだらけだから使いづらいすごいことに気づいた今俺。これ使いづらいっす。でもちょっと使ってみようか、せっかくだから。当たれ。強くて生きのいい魂、私大好物よ。なるほどね。まあハレー X なかったら今のは勝ててなかったかもしれないね。うん、そんな気しないやっぱみんなも。今のやっぱハレー X のストライクショットが強かった。やっぱこれに尽きるかな。はい、そんな動画でございました。皆さんはね、どんなメンバーで回ってますか。はい、以上クソ動画でした。バイバイ。